ヤークーブ、マンスールヤークーブマンスールは、ムワヒヒド町の第三代アミール。第二代君主アブーヤークーブ、ユースフ一世の子で、キリスト教徒を母とする。ムハンマドナーシルの父。父の生前には、セビリアの統治を委ねられ、アンダルスに駐在していた。父の死後、即位すると共に反乱を抑えて、君主の先制的な支配力を確立。その知性に、 ムワヒヒド町は東方へ勢力を拡大し、イフリーキアからトリポリまで支配下に加えて、ムワヒヒド町の最大半島を実現した。また、アンダルシアでも、キリスト教徒に対する攻勢を強め、1195年には、自ら大軍を率いて、ジブラルタル海峡を渡り、アラコルスの戦いで、カスティーラ王国のアルフォンソ8世を破った。1197年にも、 再遠征してマドリードまで進軍し、すでに、キリスト教徒が再征服していたトレドを脅かした。その軍事行動の結果、カスティーリャは、ムワヒヒド町と停戦協定を結んで、レコンキスタを大きく停滞させるが、一方のマンスールは、キリスト教徒を打ち破った栄光に満ちた君主として、称賛されることになった。勝利者を意味するヤークーブの損傷、マンスールは、 この戦いの勝利を記念してつけられたと言われている。国内においては、セビーリアの大モスクをはじめ、ムワッヒド朝時代を代表する優れた建造物が建設された。一方で、マンスールは、ムワッヒド朝のイデオロギーである、タウヒード主義を掲げて、これに反抗的なムスリムを禁圧した側面もあった。当時のアンダルスには、哲学者、イブンリュシドが活躍していたが、 1197年に哲学を異端として禁じ、微分流手道を追放した。さらに、異教徒に対しては容赦ない弾圧が加えられ、その厳しさは、北アフリカに住むすべてのヒムスリムが、マンスールの弾圧を避けて、イベリア半島北部のキリスト教徒支配地域に避難したと言われるほどである。このような、ムワヒド町の不寛容な姿勢は、後に、 キリスト勢力のイベリア半島奪還を許す遠因となる。ありがとうございます。